高岡メッセ目前に大雪迫ってます、うん、今からやれ買い物に行ってくださいとか、うん、いうつもりはこちらも毛頭ございませんが、しかし今テレビをご覧の皆様もお自宅にご自宅にあるもの、それから明日もやっぱお仕事学校行かなきゃいけないという時に、うん、ここはちょっと気をつけておいてくださいということを重点的にお伝えをしたいというふうに思うわけでございます。で実はですね、天気予報で最近よく何年に一度とか、うん、何十年に一度という表現が出ますけど、雪国の方でもですね、大雪ごとに最近は常識が変わってます。冬用のタイヤね、スタッドレス、雪国ではもはや冬用タイヤだけでももう通してくれない道路が出てきました、うん、タイヤチェーンも一緒に持ってきてください。そうしないと立ち往生します。で去年のほんのまだ一月しか経ってませんけど、12月に大変なところで立ち往生が起きてたことをご存知ですか。熊本なんですよ。熊本県での立ち往生っていうのはあんまりないんですね。しかもこれ水俣ですから海に近い道路なんですけど、はい、この雪景色です、という状態になってますので、やはりうちの地域は降らないからということが通用しないというのもよくわかります。さあここからは皆さんの身近なところでまず街中から気をつけましょう。明日の朝のお出かけです、街中には大変危険な場所があります。というのは雪が降った後に固まって凍る場所、これ気づきにくいところからご説明します。3箇所実はこの中に出てくるんです。あ、正確に言うと4箇所かな、うん、1つはですね、これ一戸建てでもマンションでもいいです。玄関を出られて外の道路に行くところに階段ありますよね、うん、ありますでね、この階段というのはですね、うん、テレビをご覧の皆さんも見てると平らになってるように見えると思うんですが、あれね、作るときによく見てると職人さんはね、斜めにやってるんです。排水をするためにですから、ここに少しでも水滴が残ってるとですね、当然普通に歩いても滑りやすいと思ってください。階段というのはそういうふうに最初から作ってあるんです。極めて緩い傾斜ですけれども、雪の時は危険ということになります。それから2つ目はですね、これ地方というよりむしろ都会です。都会で、雪が降った直後、皆さん通勤通学の時にバスをたくさん待っておられます。たくさんの人が待っているバス停ほど危ないです。でたくさんの方がね、降った雪を踏み固めるわけですよ。踏み固めて固くなってツルツルになります。滑ります。それから横断歩道はこの白い線を引いてあるところの方がツルツルです。そして最後はですね、大きなスーパーマーケットとかガソリンスタンド、ここは駐車場に車が出入りしますよね。ということはこのバス停と同じ理屈で歩道をまたいでいくわけですが、ここにある雪を車が踏み固めてってるわけですよ。ということはここを歩かれるとここはもうツルツルになってると思っていただければいいわけでありますよ。さあそしてその歩き出して、あ、普通はまっすぐ歩きますから、こうツルッと、あっと怖いとなります、うん、怖いとなった瞬間はちょっと歩き方を少しだけでいいです。もうずっとその歩き方をやってもらう必要はないので、歩き方を変えていただきます、うん、これまず一つは山登りをする方のよくやる手ですけれども、はい、真横で歩きます。こうしますと、ほんのちょっとの距離で家でもですね、ツルツルになっているところを滑らないで通過することができる。それから、読売テレビにも雪国出身のアナウンサーがいますが、うん、その人から聞いた話は真上から足をまっすぐ下ろすようにします。こういう歩き方を慎重にやっていただくと、本当にツルツルになっているところはしのぐことができるということであります、さあそして外の最後、足元がやっぱり冷えますよね、はい、今テレビ側の皆さんのご自宅にはありますね、アルミホイル。でまず靴下を履いて、でその上からアルミホイルを巻きます。でこれで保温です。でさらにこの上から靴下を履いていただきます。そうするとね、足はあったかいそうですね、それからお勤めに出られる方、特に男性の方で革靴の方ですが、2つお教えしておきましょう。1つはですね、もうこれお家にあるでしょ、お弁当買ってきて蓋が止めてある輪ゴム、はい、あれで結構です。この輪ゴムを暫定というかもう緊急的にこの前に巻いていただく、太いのがなかったらこの細いの 2,3 本固めていただいても結構です、でこれで歩くだけでも大変な滑り止めになります、さらに傷の手当て用に置いてある絆創膏は、はい、靴の裏にも貼ることができるわけでございます。これ取れないんですか。これはですね、実は警察の方が本当にやってるそうです。で、これ水分に大変強いですので、これ6つぐらい貼ってありますけども、この状態だと
パンと取れない、外でというね、張ってそして出てくださいということができます。で、まあ、こういうことをやってお家の中に入りますが、さあお家の中で気をつけていただきたい第一は、何でも熱々はいけません。で、一番あの外から帰ってきて冷えてるもので体のそばに持ってるものというとこれなんです。携帯冷えてるんですよ。で、携帯ってのはあの結露という現象を起こします。で、あのこれは、まあ、いわば電化製品ですので、まあ、外の冷たいところでこう手に持って歩かないでね、あの、まあ、女性の方は大体あのバッグにお入れになるからこれはいいんですが、手に持ってると冷えてるわけです。で、冷えて家の中に入りますと水滴が機械ですから中にできる可能性がありまして、その時にすぐに熱々で温めない、もう暖房の前に置いたりとか、こたつの中に入れたりなんかしますと、その急激な温度差でさらに壊れるということがございますので、ゆっくり焦らずにがお家の中では大事です。はい、次の熱々はダメ、はい、こちらでございますね。もう何でもかんでも熱湯を沸かしたくなるんです。私も沸かしたくなるんです、まあ、早く溶かしたいからね。早く、もう特に気が短いから、ね、窓ガラスが凍ってるって言ったらもう鍋3つぐらい並べてぐぐっと沸騰してぶっかけたくなるんですが、窓ガラスが割れます、そんなことする。それから水道の凍結よく言われますが、そういうところに熱々をかけるのもそれで水道管壊れるんです。だから、まあ、よくあのウィンドウォッシャーっていうとこの霜を溶かす薬剤がありますけど、ああいうものを逆にあのここへゆっくりかけていただくということが大事。それから先ほどから出てますあのお風呂の入り方ですね。寒いですから絶対に言うんですよ。私もあの死んだじいちゃんはすぐ言ってました。寒い日は熱々に限る。熱々は命の危険に関わります。ですので一番安全なのはやっぱりね、普段より少しぬるめで、41度以下にしていただいて、ただしお風呂の中は温めるということをしていただくのが一番いいわけですよ。さあ今問題は物価高でございます、この寒さで壊れると高いわ、修理は来ないわ、はい、給湯器でございますね。で、給湯器、まあ、各番組もやってますけども、もっときちっと丁寧にお伝えをしておきます。さあ給湯器です。どうやったらやれ、その元栓をどうしたらこう、そんなややこしいこと思わなくて結構でございます、追い炊き機能って言って、ここにあの銀色の浴槽の中に蓋みたいなのがついているお風呂は、とにかく今日はお休みの前にやりたくなるんですよ。うちもやりたくなるんですよ、お湯を全部落として洗いたくなるんですが、洗わない。お湯を置いといていただくと、そしてお家の中のこのコントローラー、ここを電源を切っといていただくと、今の機械は頭がいいんですね。もう、はい、切っといていいんです、お家の外でコンセントちゃんとつながってますから。そうすると冷えてきたなというと、この室外のある機械が自分で判断をして循環させて凍結したりしてくれます。ところがそれはこの機械だけの話でありまして、今低温注意報っていう大変珍しいのが出てます、でこうなりますとこの機械の外側、ここの出てるパイプは別なんですね。ここ凍結しちゃう。そうするとやっぱりお湯が出る方の蛇口、この時もコントローラーの電源は切っといていただいて結構です。で、蛇口を開けてちょろ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 出していただくと、外側のそのパイプが凍ることも避けることができます。で、これ明日の朝出てたからって皆さんびっくりしないで、562何ですか、ここのコントローラーで出ます。あ、なるほど、562、何マニュアル、で、取扱説明書を見ると部品が壊れましたって書いてあるんです。なるほど。で、慌てて部品が壊れたと思って、ガス屋さんに電話しなくても、はい、今日は寒かったんです、ちょっと暖かくなるまでしばらく待ってください。朝から電話いっぱいかかってますから、ガス屋さんにはね。で、この562ってのは部品の故障を意味するんですが、同時に凍結して動いてませんよという時も、これあのいろんなメーカーさんみんな562で出ます。で、お昼あったかくなったぐらいにもう一回入れていただくと普通に動くということがございます。これは都市部でもこうした方がいいんですか。あの今回低温注意報は都市部でもガンガンに出てますので、今回はこれをやっていただいた方が大丈夫だと思いますが、さあこの寒いこの2日間を乗り越えていただきます、うわ寒い時の前に、買っとけばいいものがもう買えなかったな、寒いのが終わった時ホームセンターには在庫がいっぱい入ってきますから、買いたかったものが、で、これを買っといていただかないと次2月3月また雪降りますから、やっぱり大事なのはもう JR の、運休でも出ます予防なんですよ、これが今年2023年の新しい雪の情報です。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。